ててん。はい、どうも皆さんこんにちは、もどかです。さて、今日は久しぶりに箱のブラックオブス2にやってきております。ということで、頑張っていきましょう。本当にね、久しぶりの箱ブラックオブス2なんですよね。あんね。あ。そま。は。そま。なんで箱のブラックオブス2をやろうと思ったのかはわかりません。自分でも非常に謎でございます。ちょっと深夜のノリでね、あまり起動していなかった箱のブラックオブス2を起動して今やってるわけなんですけど、なんか普通に面白いですね。やっぱり。箱は BOK をやるならやっぱり箱って感じがしますね、僕の中では。ブラックオブス2の時にそうだったんですけど、あまりね、フレームレートの違いがありまして、実はありまして、で、お、ウィンティ、頑張れ。PS3 は 30fps しか出ないのに対して、箱はね、60fps 出てたという、なんか BO だけそういう仕様だったんですよね。モダン2とか その後の、モダン3とかは全く違ったんですけど、なぜか BO だけ 30fps しか出ないっていう、すっげえ劣化したね、感じの。まあその時代はね、正直箱のひいきっていうんですか、COD の箱ひいきが結構すごかったですから、まあ多分そういうのもあって PS3 だけ 30fps とかそういう感じになったと思うんですけど、あ、やばい、こいつに貼り付けられる。大丈夫かな。あ、待って、お前やれ。ナイス、いるな。え、今の当たってないってマジ。ナイス、ウィンティ行け。うわクワッドフィードいけただろうに、いけただろうに。いやーマジ、あ、ウィンティごめん、 I'm sorry、 危な、こいつ並べすぎな、危ない。よし、ここら辺ガーディアン置いとっちゃろ。箱楽しいな、やっぱり久しぶりにやると。もう敵のね、強さがね、PS3 と段違い、マジで。エイムはね、落ちるけど、その分敵が弱いっていうね、得点がついてきますから。やっぱフィードはそういう敵を勝ってなんぼですからね。まあ、いかに敵が強かろうが、いかに敵が弱かろうが、結局ログさえ並べちゃえば関係ないんですよね。正直動画にするだけなんでね。だからそういうのもあるんよな、フィードってさ。だからやっぱり敵が弱いに越したことはないんでね。日本人はよくね、雑魚狩りを嫌いますけど、そういうもんなんですよね、フィードなんて。別に強さのなんか、誇示っていうか、まあそういう感じのものではないですから、一種のエンターテインメントとしてね、やってるだけなんで、もう正直雑魚を狩ろうが、猛者を狩ろうが関係ないんですよね。大会でね、まあそういうのはやっぱ違うと思うんですけど。こういう動画をただ作る上では、やっぱり敵が弱くて、そういう狙いやすい環境の方がいいですよね。だからフェイズの動画とかさ、マジで、お前、どこ見てんのみたいなやつがたまにいるやん。本当にありますからね、ああいうロビーが。日本では絶対ないです。もう絶対と言っていいほどないんですよ。だからね、フィーダー、PS3 オンリーで頑張ってるフィーダー、本当にすごいと思いますね。本当にすごいと思いますわ。PS3 量産する人は。まあ、正直 PS3 でクリップ取れる人が箱でもクリップは取ってるわけなんですけど、 PS3 で取ってる量とは桁違いですからね、量とは。まあ、結局そういうことなんですよね。日本人が強すぎるだけなんですよ。マジで日本人強い。なんなんこれ、日本人でこんなロビーがあっただろうか。こんなにトライハードが多くて盾もいて、こんなロビーでこんなにキルできただろうか。いや、できない、マジで。マジですごい。これからフィード、箱、違う、BO2 でフィード、お !3 カム。これから BO2 でフィードやるんやったら、やっぱ箱に来ようかなと思ったわ。マジ。ウィンティが1キル ?2 キル目。そして、低空で出ていって、おわー、かわいそう。というわけでお疲れ様でした。ウィンティのこの悲しい、うまうまな感じの、かわいそうやったな、今の。いい感じの4カム撮れたと思ったんで。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。